9段階あるというふうに考えるんですけど、これもアビダルマの時代に確定した教理学なんですね。だから、お釈迦さんが本当にそういうふうに言ってたかどうか証明はできないんですけど、まあ、仏教を学問的にこう整理していく中で生まれてきた考え方です。でですね、これ前回書いた言葉に書きましたね、禅宗のスローガン、四正句、四つの聖なる句、文句、四正句っていうふうに言われるんですけれども、古い文字狂言ですね、直視人心検証上ですね、これが本当の意味で分かったら禅の悟りになりますなかなか分からないですけどね。つまりその文字を立てない、文字を学ばないんじゃないですよ、文字言語化できませんと、悟りの本質は言語化できません。でだから教えのほかに伝えるんですと。でさっき、まあ、加えて「維新伝心」って文字も書いたと思いますね。心から心に伝える。でその方法として「直視認心」、直ちに人の心を指し示す。ね、だからつまり、その時に阿弥陀さんは指してないんですよね、人なんですね。そこが特徴。そして見性成仏、性というのはそれそのもの、自分自身の本質っていうものを感じる、無我であるというのが本質なんですけどね、理屈で言えばその無我である本質をしっかりと見て、そして成仏っていうのはブッダになる、つまり悟りを開くっていうんです。あの世に行くっていう意味ではありません、ね、ここは注意してください。日本では成仏って言ったら死ぬこと、あるいは死んで、まあ、例えば、まあ、浄土宗の影響強いから、浄土教の影響強いから往生すること成仏するっていうふうにイコールで捉える人いるけど、それは間違いですよねなので成仏はあくまでもブッダになること、つまり悟りを開くことです、ね、ブッダは普通名詞ですから、皆さんも悟りを開けばブッダなんですよ、固有名詞じゃないからね。でそれを、まあ、検証という言葉で表現するのも一つの禅の特徴になります。でこれはちょっとね、誤解すると危険ですからね、アートマンを得るという意味ではないからね、でも誤解する人は多いから気をつけてください。アートマンがしっかりと分かったら、それはそれすごい立派なあれですよ、宗教的に立派だと思うんですよ。だけども禅が求めているコンセプトと違うって話ですそれを覚えておいてください。そのアートマンをとブラフマンが一体化した、すごいですよそれ、ね、で別に下道っていうふうに仏教じゃないっていうふうに表現してますね。下道ってのはだけど邪道とは言ってないです、別の考え方ですね。でそれではまあ何て言うかな、働きがないというのかな、人が救えないっていうのかな本当に下脱するにはやっぱり輪廻から、解き放たれるにはですね、悟らなきゃダメだと。悟りは無我を悟らなきゃいけないっていうのが仏教あの一番大事なところですから、その検証っていうのはアートマンというふうに考えてもらってはいけない。それそのものが現れ出すということですね。でそれはこの間 前回言ったように働きとして現れる、働きとして、だから、喫茶喫飯足創業と言われるんですけど、喫茶喫飯というのはチーチャーシューファンですから、お茶飲んだりご飯食べたり、普通のことですね、お茶飲んだりご飯食べたり日常生活です。それから足創業というのは、おしっこ行ったりうんこしたりっていう意味です下品なように聞こえたかもしれないけど、誰でもやってることですね、やんなきゃまずいですね。普通の人間の営みっていうことです。で仏法は特別なものではない。神通力とか体内の働きっていうものはどんなものか、空飛ぶことか、ね、病気を治すことか、いやそうじゃないっていうんですね。水を運び、また水を担い、また芝を運ぶ。神通並びに身を言う。水を運び、また水を担い、また芝を運ぶ、つまり新水ってことはあるけど、滝木を取ってきて水を運んでくる。もう今はねそんなことしなくてもボタンを押せば湯張りしますって言ってくれるんですよねうち買いましたからね、修行道場から、どうして
だけは欲しかった薪割ってさ、で手ボロボロになってフーフーして薪炊いて、で外でこうやって待ってて、老大師様が入られた。性欲ってのは正しい欲、あの入浴と書いてね、性欲っていうこと、それから髄浴って言って、その性欲で使ったお湯を後でこっそり使うっていう髄浴っていうのも分かれてて、性欲は5日に1回なんですよ。でそれはもうほぼ儀式、昼間やりますから11時ぐらい、もう夏なんて暑いだけ汗かいて引く間もなく、もうまた衣着ますから、もうね儀式だなと思ってましたあれは。で暑いとにかく暑い、五右衛門風呂です、ね、でしかもこのぐらいの、そうだな、一広もないですね、一広半ぐらいかな、この中にこのぐらいの直径の五右衛門風呂桶に3人、男3人で気持ち悪いですよ正直こう三つどもえの形でね、こっち見てこっち見てこっち見て、こんな感じで、こう気持ち悪いからこっち行くと、あの五右衛門風呂というのはこの側面熱いですからね、鉄でできてるから熱いですから、で蓋をこう下に置いて、その蓋の上に乗るわけですから、あのお尻とか当たるとあっパチッってなるんですよこっち行くとこっち、こっちに当たるわけですね、まあ、気持ち悪いったらあれじゃないですねもう足伸ばして風呂入りたいっていうね、これだけが本当にあの修行道場降りてきてから一番最初に何がしたいって言われた時に温泉行きたいで、あのあそこ行きましたよ、あの天の橋立てのところに行ってで家族いましたからね、家族にもう絶対今回はカリカリしないで、サービス受けるからカリカリしない、のんびりするのコンセプトだから、予定とか何も立てないで行きましたね。そういうそんな生活してましたけれども、そういうそのね、当たり前の生活、芝を運んだり水を担ったりっていうね、そういう普通の生活が神通だと、これほどすごいことはない、これはもうまあ年取ってくればだんだん分かるかな。それとあと修行道場で思ったのは、学ばせていただいたなと思うのはですね、あの基本的な生活してるわけ、ただただただその後でね、私住職になってから信徒さんを連れて修行道場に本来絶対入っちゃいけないからね、普通の人はそこに特別に店に行けたんですね。だからある人は一人すごいな、みんなすごいなって言うんですけど、一生懸命説明した後、あのね、正直な人がいてですね、一言言ったんですね、おじさん申し訳ないけどね、あれわしらねちょっと前まで同じ生活してたよとまあそれはそうだろうな、うちの近くだったらなと思う。だって昭和44年45年かの記録見るとね、電気が今年今日初めて電気が通ったって言って、あの2人で飛び上がって喜んだって書いてあるんですからね、だからそれはそうだろうなと思うけど、それを修行としてやってるかどうかが大事なんですよ、やっぱりね、ご飯作るにしても一生懸命やります、よそごと考えずに包丁を使っている時は包丁になりきるし、雑巾をかけている時は雑巾になりきって、掃除するわけですね。それが大事であって、嫌だなとか言って片手間にやってたり、もうダスキンあった方がいいなとかってやってたら修行にならないわけですよ。で、なんていうかな、草むしりとかね、さっきこの間も話したんですね、草むしり、畑の通路の草むしりって意味ないでしょ、ジャーってやる話でしょなのにヘラでやるんだよなんでみたいな、こんなちっちゃいやつを、ただの暇つぶしじゃんと思うんだけど、まあ確かに入ったばっかりの修行僧にをほっとくわけにいかないから、やらせることがないなと思ったら、それは難しいこともできないし、やらせることがないなと思ったらそういうことやらせるんだけど、その意味がないと思われることを一生懸命やるっていうことが大事だ。だって正直ね、まあこの間高校生からそういう質問を受けたって話したけども、生きてる意味がないと思いますと、大体みんな通る道ですよね、生きてる価値あるんだろうかって思う、みんな大体思春期で通る道ですけれども、生きてる意味なんかどうせないよって言った学生がいたと、まあ確かにないじゃないんですよね何か求めるから逆に、おかしくなるわけ、自分はこういうもんだと決めつけるから、決めつけて、この間見せたでしょ、センスと一緒じゃないですか、決めつけるからセンス以外の働きができなくなるわけ、ね、
だけど、決めつけなければ、まあ、ある程度の制限はあるかもしれないが、その中で自由な発想ができるっていうわけでしょ。だけど自分はこういう人間ですって決めつけられると嫌なくせに自分では決めつける。で、一人で苦しんでるっていう状態ですね。だからまあ、それに意味があるかって言ったら、ないわな。むしろ、その自由に生きてる方がいいわけですよ。苦しんでるその状態が生きてる証なんです。そこに意味があると思う。考えないで、そんなことも考えずに漫然と生きてるやつの方が意味がむしろないからね。だから悩んでるっていうことは本当に意味のある人生を送ってるなっていう証なんですけど、本人は苦しい、なんていうかな、でも安心して苦しめばいいと思う。それが生きてる証だからっていうことなんですね。まあオンラインではこういう雑談はできないですね。ほぼ雑談で終わっちゃうわけですね。用意してきたのはこういう文章です。大智度論というね、大般若600巻の注釈書として100巻ものがあるんです。ナーガールジュナという中間派の祖神を書いたものだと考えられています。今の学者はあんまりそうだと考えてないけど、ずっと長いことそういうふうに考えられてきました。これは天台学の基礎にもなっている、だけどみんなが知っている、みんなが読んでる大ベストセラーですね、の一つですね。ここの中に、こういう文章があります。これ飲み下しを挙げておきますね。語れば持って義を得るも、義は語にあらざるだろう。もし人、指を持って月を指し、持って枠を示さぬとき、枠者は指を見てしかも月を見ず、人はこれに語りて曰く、我は指を持って月を指し、何時をしてこれを知らしめんとする。何時は何ぞ指を見て、しかも月を見ざるや。これまた格のことし、語は義のための指なり、語は義にあらざるなり、ここをもってのゆえに、まさに語によるべからずというふうに言ってますね。つまり、言葉で説明すれば、その言おうとしてたその意味内容、宗教で言えば宗の部分ですね、それを、理解することはできるだろう、得ることはできるだろう。しかし、あくまでも言葉とその言葉が指し示そうとしている意味内容は違うよと。だ例えば経典で言えば、やっぱりその心の安置の状態だったり、究極的には悟りというものとはこういうもんですよということがルル説かれてるわけ。ね、まあ、浄土とはこんなもんですよでもいいんです。そういうものがルル説かれてる。その説かれてるのは言葉によって説かれてるわけでしょ。だけども、その言葉は言葉であって、それそのものじゃないよということですね。で、もし人が指で月を指したとします。ね、で、それでこの枠、それ間違ってるのはこういう、こうだとかね、っていうふうに、枠にかな、これ。読み方間違えたな。枠者に示さんとさ、ね、煩悩を持って迷ってる人に対して、真理を示しましたと。ところがですね、月を指し示したけど、人はこれ、私は指を持って月を指した。指して、あなたにこの月というものを知らせようとしたんだけど、あなたはどうして右指ばっかり見てると。で、どうして月を見ないんですかと、ね。そんなのおかしいでしょ。だからそれと同じようなことで、これまた書くのごとし、語は義のための指なり。言葉というのはその義を示すための指と同じなんだと。言葉はそのものはその指が指し示している月で、指は月ではないとと同じように、言葉そのものは意味内容ではそのものではないと、ね、だから言葉に囚われるなよというような意味になります。で、これを四月の例えっていうんですね。月を指す指です、ね、これはもういろんな人が言います。指ね、指で突き刺してるんだけれども、これ見た時にね、思わずこの人毛深いなとか思ったらな、月見てないでしょ、ね、指し示したい先は月なんです。だけれども一生懸命指を分析してる、指短いなとかね分析してるっていうのが我々のやってることです。学問としてはそれも必要なんですよ。指も分析しなきゃいけないんですよ。で、月はクレーターがとかねそういう月の満ち欠けの周期だとか、それは学問としては必要だと思いますよ。だけど悟りには関係ないってことです。
これ仙外和尚という人が書いたものですけど、指さしてるでしょ、法典さんが。だから子供は月を見ずにその指を見てこう喜んで掴もうとしてますね。掴むべきは月なんですけどね。こんな絵はたくさんあります。これもこの人も毛深いですねそういうことを見てばっかりで月をどうして見ないのよっていうのを信じられてるわけですね。これはですね、禅宗が当初一番最初だるま、まあ、禅宗の宗祖だるま大師ってあるんですけども、だるまさんのからですね、まあそうですね、5代ぐらいまでは両賀宗というふうに言われてました。禅宗って言わずに両賀教というお経を初代の経典としてた一軍がいて、その人たちが有名だったので両賀宗と呼ばれてました。で、両賀教の教えをこう師匠から弟子に伝えるっていうのが禅宗だっていうふうな理解だったんですね。ここもやっぱり書いてますね。愚か者は月を指す指を見て、で指ばっかり見て月を見ていない、そして軽弱して名字に軽弱して、ね、ネーミングラベリングばっかりして、そしてそのこれはこういうものですねこれは電気コードというものですね、電気コードというものですねって言ったらみんな分かると思うけれども、しかしそれは電気コード知らない人は伝わらないですよ悟りはこういうもんですねって言ってもですね、悟りを知らない人には伝わらないんです本当は。でそれを説明しようと思うと私のように話が長くなる話の長い人はモテませんね、ボキャブラリーが豊富な人は話が短くなります。電気コード一回で済みますからね。でそういうね、ボキャブラリーがあって、でも皆さん分かんないでしょ、禅宗っていうのに完璧分かってるわけでしょ、だから話長くなるわけですねそういうことで、だからそういうふうに名字名前とかにこだわっちゃうと真実、我が真実を見ることはできないよ、こういうふうに4巻本の両画経でも言ってます。あとで10巻本ができたんで、それと区別するために実巻両画、史巻両画だと思うんですけど、で、まあ、両画経の注釈書的な位置づけになっている、必ずしもそうじゃないんですけど、京都論って大体対になるっていうふうに考えられてて、経に対する大乗起信論みたいな感じなんですけど、先週黒板にも名前を書いた東アジア大ベストセラーです、これ。大ベストセラー、息がほんとサザさんより長いですからね、すごい長い、息の長い大ベストセラーで、もう全員読んでます。立派な布教師に出たかったら絶対読まないからね。そこにも書いてます。この世に一切の方をもとより、この方、凡俗の層を離れ、名字の層を離れ、信念の層を離れ、ごめん、これ筆教だな、筆教平等にして、変異あることなく、はい、すべからず、ただこれ、心のみない、故に信念と名付く、一切の凡俗は、懸妙にして、仮のもんであると。仮に名付けられたものであって、実なく、本質ではない。ただ、妄念に従うのみにして、めちゃくちゃ言ってますよね。不可得なるを持って、不可得なるを持って、得ることができない。真如というもまた、そうあることなし。真如というものは本来姿がないものです。いわく、凡絶の極み、凡によって凡をやると、ね、言葉によって、でも言葉がなかったら、伝わらないから。言葉によって言葉はいらないよって言ってるって言うんです ね、 ね、まだ喧嘩するなみたいな、そういうのとちょっと違うんですお前やってんじゃんみたいな。だけど言説によって言説はいらないよっていう、それは真実語って言われますね。プラパンチャっていうケロンではない、それは真実語、真実を指し示すこと、ただしそれも真実そのものではないんだ、この真理の対はやるべきものあることなし、捨てるものなんて一切ないんだ、一切の方はことごとく皆、真などを持っていない、全ては真実だ、真実だ、また律すべきものなし、一切の方は皆同じく妙なるを持っているように、まさに知るべし、一切の方は解くべからず、解くべからずで解いたらダメよって言ってるんじゃないですよ、解くことが不可能だって言うんですね、べからず、念ずべからず、念ずることもできない、要するに記憶することもできないということだよね、故に名付けて真理となすと。だからの仮に真如って名前がついてるんだよ、ありのままっていうんです、真如ね、タタタですからね、タタタタタじゃないですよ。で、言語道断って言葉です、これは禅の言葉です。言語道断っていうのは現在ではですね、あまりにひどくて言葉が出ない、呆れたみたいな時に使う言葉ですけれども、もともと仏教用語なんです。
でも本来の仏教では仏法の真髄は凡絶を是して言語を是しているよという意味です。これらの仏教の紙が全部出てきます。まあサッとで検索したらヒットしますよ。で特によく知られているのは先週お話したこの因分仮説過分不可説ですね。結果は解くことができない、悟りの結果というものは解くことができない十字教論の有名なものですね。これはですね、実は中国の古典掃除の中にも同じような言葉が出てきます。この、まあ、簡単に言えば言葉というのは魚を取る網のようなものだ。この矢菜っていうのはね、あれですよ、鮭とかがこう魚を追ってくる時に使うやつね、竹で編んだよね。で魚を得たならばこの矢菜を忘れるでしょ。いや必要ないですよね。それから手っていうのはこの罠ですけど、罠はウサギを捕らえるゆえ、ウサギを捕らえるためのもんだって、ウサギを捕らえたら罠は別に必要ないですよねっていうことですね。だから言は意を捕らうるゆえに意を売れば言を忘れると、その本質、その言っているあなたが言った言葉っていうもののあなたの本質っていうものを言おうとしていることが理解したらその言葉を捨てても構わないわけ。向こう岸に渡るイカダみたいなもんだというんですね。で我、伊豆国か、その言絶、妄言の人を得て、声とともに語らんや、言わんやというふうに、言っています。だから言葉というものにとらわれない人とお話ししたいね。そうでも言ってます。駅も言ってますね。書は言を尽くさず。言は意を尽くさず。駅、ね、も言ってます。それから、あと前奏になるとやはり同じようにこの、まあ、月を見るには指を見ることをやめましょうと。それはどういうことかというと、家に帰ったら盆心というのは心というのはあの、目印です。ポイントになるということですね。例えば、標識みたいなもの、心っていろんな意味があって大津とかね、そういう時はそのポイント、羽振りになる部分っていう意味なんですけど、あの要になる部分って言うんですけど、ここではね標識をね、家標識をたどって家に帰る。家に帰った時にあの標識どこですかって言わないっていうようなことが言われています。まあそういう意味でその不流文字って言ってるのであって、この続きまた別に言った方がですね簡単に説明できない。なのでこれ、ね、オンラインだとねこんなこと話しててね1時間ぐらい削るんですよ。というのは、こういった雑談もね、一つこの、理解に役立つものだと思っていただければありがたいです。まあ次回ちょっとまた続きまた見てみたいと思いますので、今日はこんなところで終わりたいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。